小田原城を確保するため竹中半兵衛は過去に戻った。そこはどうこう行者討伐軍の拠点の一つであった。かつて半兵衛は黒田官兵衛とともに同校の守備に当たっていた。そこで小田原城の急況を聞き救援に向かったのである。だが小田原城は救えず同校も陥落してしまった。あの時自分が残っていたらきっと結果は変わっていたはず。半兵衛は確信を持っていた。報告。敵は南岸に本陣を置き、船を使って攻め手を送り込んでいるようです。また敵陣に妖魔の姿は見えません。早急に敵前線を撃滅、あとは渡河する敵を括弧撃破すればよい。相手は人間であろう、それでも戦うと申されるのか。状況を鑑みるのだ。攻め来る者は敵とみなし排除すべきだろう。そうだけど、お仕事パパッと片付けちゃおう。半兵衛、起きよ半兵衛。官兵衛殿は生きてる。不明瞭な発言だ。説明するにはちょっと。では小田原城に向かうのではなかったか。
やめたんだ。さ、行こう。敵は南岸に本体を置いている。渡河を待ち、上陸直後を狙い撃つ。ローマではない。降りかかる災いは払わねばなるまい。さて、早いところ城をいただいてしまおう。このままじゃ挟み撃ちになる。すでに上陸した敵を放置しては危険だ。落石にて勢いを崩す。道具を守る予定だった。でも俺は小田原に行き、道具は落ちた。俺がここにいることで、きっと何かが変えられると思うんだよね。以前の歴史だと道具は陥落した。状況はまだこっちのが有利だ。と何か裏が油断できない。各敵の追撃部隊が二手に分かれた。何を仕掛けてくるか分からんぞ。一気に挟み撃ちを狙ってくると思った。ゴー！申し分ない働きだ。
しろ。敵将勝ち取っちゃっただよ。任せ。見事な戦ぶり。敵を突き崩せ。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。城にはまだ入れんのか。敵の追撃部隊が南北に渡る。一隊は城に向かったよ。良い働きを見せてくれ。龍馬の手先め、覚悟するがいい。半分だったのだな。あらだ、容赦はしない。ちょっと待って。今、すっごい大事なことを。お主ら、何故妖魔に味方する。術で操られておるの。
敵の足を止め、規制を損ね。この程度の策で私は止めろ。大したものよ。操られた者の力ではないが、この時代義と語って確か敵対してたはず。でも義の格さんとかに語の郊外さんになんか大きな目的があって一緒にいるのかな。俺たちみたいにさ、この時代、まあいい。はいはい。攻め来たる者は迎え撃つまでだ。その戦ぶり、手本といたします。おねごと噛み砕いて、もつらかった。これぐらいにしたいくしょう。
着至極に存ずる。卑弥呼に押されて近づいてきた。ここで直接話せば実は万事解決。話し合おうよ。話が通じる人がいてくれたか。ダッキーに偽の情報をつかまされたようでね。あんたたちをダッキーの仲間だと思っていた。いやあ、面目ない。盛大に潰し合ってる頃よね。ワクワク楽しみ。あれ、なんで仲良くなっちゃってるわけ。島将殿が上田城の救援に成功しました。歴史は必ず変えられる。さあ、俺たちも張り切っていこう。うい。俺ごと噛み砕いてくれ。
で口当てろ。そなたこそ真の三国無双よ。おお、なかなかやるな。当てろ。カークさんとカンデンさんは性格悪いでしょ。だから絶対に殺しちゃうと思ったのかな。素直で性格のいい俺がいたからね。残念でした。あなたも相当なもんね。カンベイ殿、ええ、相変わらずな。違うね。結構早く誤解だって分かってたでしょう。なんで話すしようとしないかな。降りかかる火の粉から差し止めを取る。優先すべきはそれだ。さらなる対抗対戦。執着至極に存ず。はい、任せ。ミドリもつられてみ。
敵将仕留めたぜ。まんまとダッキにはめられるとはね。飛車気取りで足元を救われては世話がない。官兵衛殿も格さんも腹黒いからな。そこを疲れちゃったんだよ。これからは俺がいるから安心してくれていいよ。今は人間同士で争っている場合ではないな。立花も協力しよう。この困難に立ち向かい打ち破るためにな。上田城と道港は確保できたけど、小田原城はまだがっちり包囲されてるね。もう少し騒いで見せる必要があるかな。なら俺たちは樹春へ軍を進めるか。我らは長篠に進もう。そうしてもらえるとありがたいな。その隙に俺が小田原城を取ってみせるよ。んじゃよろしく。俺たちは樹春を宗茂はここ九州からの撤退戦以来心配かな。
いや、やつは殺しても死なぬ男だ。そうてれ、宗茂は九州。